はい、PS4 版ウィニングポスト82016実況を始めていきたいと思います。現在1987年12月4週ですね。ですね、BGM をね変えてみました。この曲はね、ウィニングポストワールドの曲ですね。ウィニングポストワールドというとね、可愛い女の子がいて、姫神ノエルちゃんっていうね女の子がいたんですけどね、あの子をね、ウィニングポスト8の世界にね、ダウンロードコンテンツかなんかで出場させてもらいたいなと思ってるんですよ。僕はね、ウィッポシリーズで一番可愛い女性と言ってもね過言ではないぐらい好みでね確かウィニングポスト7にはね出てきたんですけど、顔が変わってたんですよねウィニングポストワールドのね姫神ノエルちゃんが好みなんで、光栄さん見てらっしゃるお願いします。まあそんな話はどうでもいいんでオグリのねローテーションを考えてたんですよ。まずね急用に出しますね。そして、まあ、アーリントンカップあたりからね復帰させようかなと。そしてコメントの方をいただいてね、3月5週のねドバイの UAE ダービーの方で賞金稼ぎをしたらどうかというコメントをいただきまして、確かに、ね、賞金 G2 なんですけど、賞金はね1億5000万と高額なんでね、これ出したいと思います。そして目指すはね米国3冠です。まず第一戦が5月の2週のケンタッキーダービー、そしてからの中一周なんですよね。アメリカ三冠はねローテンションがすごいタイトでね、なかなか三冠馬が現れなかったっていうね、去年出たんですかね、名前忘れてしまいましたけど、あれ去年でしたっけ次がね、プリークネスステークスですね、中1周、そして中2周空いて、ベルモントステークスですよ。これがアメリカ3冠ですね。だからね、もしねケンタッキーダービーかプリークネスステークスで敗れることがあったらね、それからね欧州参加を目指すということも可能なんですよ。確かイギリスダービーが6月なんでね、このねケンタッキーダービープリークネスステークスに敗れても欧州参加はまだ狙えるということなんで、まずね米国参加狙いでいきたいと思ってます。どうしようかな、これアーリントンカップは厳しいね、5000は厳しいかな。 UAE ダービーから行こうか、この方がいいね。そしてね、ホブ下します、まあ、5週間でいいですよね、これでいきましょう。さて、年末調整ですね、ネクスト。コースは入れません、まあ、表彰しか行きましょうね。今日は飲み物はね、普通にお茶飲んでます。ちょっとあまり勝てなかったね。これがサクッとね、前年はね、アイランドコッテスがね、まさかの年度代表馬だったんでね、日報帝王ですか、天皇賞秋、宝塚記念、香港マイルと、アリシーバですか。レファランスポイントかな、確かね。さて、年末の手続きは自分でやりますよ。ミスタープロスペクター系がね、ミスプロ系はね本当に日本でも成功しましたからね。ダイナクトレス加工気味、あピュアエンペラー衰えたか、しゃあないね。世界の始まりがまだいけると、好調。ダイナクトレス引退させるか。
もう一周したらね殿堂入り可能なんだけどね。まあ引退させましょうね。ピアエンペラが死亡倍率と、うん、まあ G1 勝ってないんですけどね、まあ、よく頑張ったと。このね水色維持にピンクの達戦のお面がね、お面じゃないよ、面子がねかなりね可愛らしいこのまあボバですけど、さて名前もね考えてるんで、品系図を作ろうか。まあね、ダイナアクトレスの方が期待かな、やっぱりね。やっぱアイランドゴッテス先輩がね先にね品系作らないとダメだね。まあ、この辺はいらないでしょう。さて繁殖牝馬一つ欲しいんだよね、一頭ね、ただ架空馬の方がいいんでね。ダートだったらねちょっと芝向きの方がいいからね。メイクノート、ミルリーフ、これいいね。まあお守りついてるやつでもね、アルプミープリーズあたり、マイルトップガンのお母さんですよね、マガロあたりが誰だったかな、思い出せないな。マジックタバスコ、まあ、買うんだったらやっぱり、ね、ミルリーフ系のメイクノートかな、これ買おうか、トス多くなるに、ね、あ、そっか、2頭引退したもんね。そうだ、考えてなかったわ、失敗した。シュボーバーは、やめときましょうね。ちょっと1頭売らないといけないよ。竹のダンサー売るか、もったいない感じがするけどね、竹のダンサー売りましょう。16歳なんでこれでいきましょうかね。ちょっともったいないけどね。シボバは売却しません。まあ、キシンジンジョッキーも有名どころはいませんね、さてウィナーズサークルね、これは期待してるんですよね、まあ、期待してるんですよねって私立馬ですね、ウィナーズサークルはね入級させましょう。まあね、石岡さんか本田さんがいいと思うんですけど、大レースあたりね、あのバッチ印なんですよね。大レースみんなバッチ印ですね。塩田幸太郎さん、この人にしようか。そしてこの馬もこの馬に期待してるんですよね。あ、でもカッパギさん印無印か、また番宣馬ですかね。確かねコメントではねすごいかなり期待されてる感じなんですよね。そしてねシンデレラルーブル系はね、馬名ですけど出てこないあれなミッキーマウスとかなんだっけ、ディズニー系で行こうかなと思ってます。大丈夫ですよね、ディズニーの名前つけてもねなんで名前は、まあ、普通にねミッキーマウスでいきましょうよ。ディズニーといったらミッキーマウスでしょね。ミッキーマウス、まあ、僕ディズニーあまり好きじゃないんですけどあまり見ないですからね、映画とかもね、まあ、僕映画自体あまり見ませんからね、昔大学時代はちょろっとかじってましたけど最近はもう全然見ないですね。入球
あ、変えたらダメだよね。塩田さんのところに入れないと。これでいいですね、ミッキーマウス。うん、ちょっとそのままだなっていう感じもしますけど、これでいきましょう。またコメント確かめるの忘れてたね。まあすぐね出るんでね、いいでしょう。うん、まだ候補が増えてきませんね。まだしません。サイロを増やせと。建設もねどんどんやっていきましょうね。まず調教方針から。カレーライス、まあ距離にしておきましょうね。ミスターシンデレラは基礎やっとこうか。パワーとかもね基礎だと思うんで、うん、これでいきましょう。カレーライスの品系はね、あの食べ物系でいこうかなと思ってるんですけどね。それでね、そうそう、建設ね、繁殖金額増やそうかな。旧車7億円、微妙だな。何かしらね、ウォーキングマシンもいらないよね。集団馬房、これしようか。ヨークを成長させ早めにデビュー可能に。これも重要だよね。この辺は適当にね、まあ、こっちの方がいいかな、うん、早めにデビューできた方がね本当にいいんですよね、うん、さて中山金牌もなくなってしまいましたね。ピュアエンペラー引退したんでこの辺退屈ですね。ちょっとね今回はねまだ一戦もレース出してないんで退屈ですね。ちょっとねあのお守りの方がかなり増えてきて、カレーライスの新馬戦、これ楽しみですね。田辺ジョッキー、違う違う、危ない危ない。ジョッキーやっぱ太しのおやさんですよ、うん、カレーライスあたりもね期待してるんでね、カレーライスの品系をぜひつなげていきたいんで、食べ物系でね。これダートス戦だよね。よしこれでいこう。2番人気だと1番人気じゃないの、まあ、遅めの成長型なんでね、いきなり走るっていうことはないんですかね、まあ、ダイジェストでいきましょう。音楽がね変わってるんですけど、これウィッポー3かな。ちょっと地味ですね。おいおい最高峰、これは厳しい。刺してこい刺してこい、進路変えて刺してこい。もう一伸びもう一伸び、ダメだ。これは強いかな。ちょっと3着4着ちょっと期待外れですね。もうちょっと走るのかなと思ってたら一番人気も取れないし、うん、この走りはね先々不安ですね。遅めとはいえね、まあ、完敗ですよね。やっぱりねパサついた馬場が微妙に影響したかもしれませんね。とパワーがないんですね、うん、残念。期待できないですね。ダートバーで、ね、パワーなかったら期待できないな。正直どうしてもパワーがいるんでね。相馬さん、赤いお守りはね、まあ、これは変えないでいいです。ネクト、サクッとサクッとサクッとタララ、この歌を歌わないとね。スポーツさんからね、なんかコメントでね、この歌を広めてくださいよって言われたんですけど、僕にね、そんな影響力ありませんので。でも、このな、あの、リスナーの方でね、あの、実況者の方なんかいましたら、もうどんどん使っていってもいいんで、このサクッとの歌はね、そんな人、ね、いないでしょうけどね、こんな歌歌うのは。ネクスト。
さて世界の始まり、この馬がしぶといですよね。あ、距離適正も 2500m まで上がってきて、この馬ほんとしぶといですよ。早熟ですからね、もう5歳ですからね、状態は絶好と。サブパラがね優秀なんですね、この馬はね。ネクスト、まあ、今年はねオグリが楽しみですよね。オグリの米国三冠、確かにオグリでもね米国三冠は厳しいと思うんですよね。だからね両睨みでね、もしケンタッキーダービーで敗れることがあればもう欧州三冠にね切り替えるんで、一番人気ですね。まあダイジェストでサクッといきましょう。さて先頭ですね、これはね、このピンクの帽子ね、水色地にピンクの縦線が僕の勝負服なんで覚えておいてください。先頭強い、 G3 なら負けない、 G3 なら負けない。オーストから来たけど粘れ、そのままよし勝ったね。よっしゃ、この馬本当にねサブパラが優秀なのか勝負強いですね。スピード D でもね、なかなか頑張ってます。相手が弱いっていうのもあるんでしょうけどね。オグリは帰ってきましたね。まあ両方と、カレーライスがちょっとね、これ距離適正も 1800m から 2000m ですよ。これかなり短いですよね、厳しい。阪神ダートも厳しいと思う。これはね期待できないかな。坂のあるコース、パサついたダートは最悪の条件ですよ。ミスターシンデレラ、これは期待ですよ。これは期待です。万世なんでね、この馬も長い目で見ないといけませんね。ジョッキーをね柴田雅人に変えましょう。これは変えましょうね、いません。銀のお守りがあればね G1 級のねお手馬をね購入することができるんでね。一番に来たね、こっちの方がね期待できるような 1.5 倍ですからね、こっちの方が期待できると思う。これはダイジェストで、小倉なんでね坂はないんで。さあ直線に入りました。これは強いです。あーでも外から来てる、粘れ、そのままそのまま。倍なんでこれからですよ。これでね坂のあるコースにも対応できたら先々ね期待できますよね。ミスターシンデレラ、シンデレラボーイっていう馬が現実にいるんでしたっけね。確かね、あの阪神競馬場のそばの焼き鳥屋のね、トリーか、トリーに飾ってあるんですよ、ゼッケンがね。シンデレラボーイでしたっけね、シンデレラマンかなちょっと良かったんですけど、確かねゼッケンがね飾られてるんですよね。シンデレラなんだったか覚えてないけど、マサとジョッキーでいきましょうね。伊坂さん、メジロアルダンが一番人気。辻の将軍、どうでしょうね。父ターゴワイス、なかなか穴馬じゃないですか。どんどんね、増築の方はしていきましょうね。もうちょっと作ろうかな。
建設余裕あるんでね。温泉あたりも作ろうかな。寿命の減少を軽減させる。寿命って競争場の寿命だよね。多分そうだよね。これ作ろうか。競争生命のことだよね。もちろんね。寿命ってちょっと微妙だけど。世界の始まりはね、中京記念あたりの方がいいんじゃないか。中京記念ありますよね。あ、中日新聞杯か。こっちの方がいいですよね。駿河台のあたり強敵だけど、小栗はね、まあいいですね。ミスターシンデレラはね、これどうですかね。そんなすぐね、上で通用するような走りではありませんでしたよね。サクッといきましょうね。今回ドバイのね、ダービーまでやりたいですよね。あまりレースがね、ないんで盛り上がりないですけど、今回ね、喋りの方もちょっと今日なんかうまくいかなくて、昨日ちょっと睡眠時間が少なかったんでね。この馬もね、ちょっと期待外れですね。一番人気と 1.9 倍で、距離適正にね、ふさわしいね、レースなんで、ただパサついたダート坂のある阪神コース、でも強いですね、これはね。やっぱ距離が合うからか、しかし刺されそうだ。やっぱ坂になったら止まると。でももう一伸び、ちょっとここではね、能力が上だったということでしょうかね。でも坂のないコースの方がいいでしょうね。久保村組んでいきましょう。でも今のコメントはね、スピード B 以上あるかもしれない。目標はね、ジャパンダートダービーですね。さて、世界の始まり59キロ、ちょっと重いですけどね。カレーライスはね、京都コースの方がいいね。中山は厳しいんで、これちょっとわからない。茶色になってるのか。18ダートがないですね。ここまで来ないとないと。8週間後か。それはね、ちょっと間が空きすぎなんで。福島もダート戦ないと。新潟がいいんですけど、これでいきましょうか。5月2週蕨賞。同州同じだったんだ。ちょっと休養に出しましょうかね。坂のあるコースは厳しいと思うんで。さあ、中日新聞杯一番人気59キロでピーター・ホーラー、スルオーダイナ。スルオーダイナ強いと思うけどな。果たして勝てるでしょうか。ダイジェスト。ちょっと後方、これはね、やっぱり筋量が重いか、重いか、セカジ伸びてこい、じりじりと伸びてこい。
ちょっとね、もうちょっと前から競馬したいよね、ピーターホーラーか。あ、でも3着に来ましたね。やっぱりね、この馬坂のあるコースは強いですね。エースなんで。ピーターホーラーってシリーズ馬ですかね、知りませんね。まあね、能力あるところを見せましたね。さて今年はね、緊張しますね、オグリーのクラシックシーズン。なかなか力が入るところですよ。状態はあまり仕上がりすぎてもね、ダメなんで、ちょっと仕上がりすぎかな。ちょっと不安なせね、あの曲線ですねこれね。大丈夫かな。アメリカ参加はね、本当にローテーションがタイトなんで、さて UAE ダービー、状態は絶好ですね。セカハジの方ね、次、まあね、東京の方が合うんだよね、この馬ね。新潟あたりだったら、ね、坂がないから厳しいと思うし、鳴尾記念あたりね、狙いたいんですけどね。ダービキョー CT 行きましょう。さて、UAE ダービーにレッツラゴー。一番人気ですね。差しでいきましょうね。差しで追い込みだったらね、やっぱり不利食らう可能性があるんで、差しでいきます。これはね、レースでいきましょうね。今日ちょっとね、なんかまたなんか心霊現象かな。今日下が回ってませんね、ちょっとね。疲労が溜まってるような。年ですからね、若くはないですよ。あのね、昨日もね、なんかヘッドホン最近買ったんでね、ヘッドホン聞きながら YouTube の動画とか見てるんですけどね、ヘッドホンした後でね、ちょっと鏡を見てみたんですよ。そしたらね、頭の上頭部の髪の毛が薄くなってるんですよ。ちょっとやばいなっていうぐらいね、薄くなってるんですよ。僕もともとね、上頭部が薄いって言われたことがあってね、でもそれでもね、そんな進行しないで来てたんですけど、さすがにね、この前はちょっとやばいなと思いましたね。だからね、スプレー買ってね、スプレーってあの黒い粉じゃなくて育毛スプレー買って最近やってるんですけどね、そんな話どうでもいいんです。UAE ダービー、オグリーの走り見ないと。まあいい位置やね。これは来るでしょう。不利はないよ。ここでどういう競馬見せるか。これでちぎってほしいね。ちぎってくれ。よし、これは強い。ここでね、放牧出すかどうかですよね。放牧出しましょうね、アメリカ3回の前にね、2週ほどね。ちょっと状態上がりすぎてる感があるんで、2週ね、ちょっと放牧に出します。ちょっと2週放牧に出して、その状態でケンタッキーダービー勝てるかというとね、不安はあるんですけど、さて現在29分か。次回のお楽しみですかね、アメリカ3冠はね。これでオグリを さてヨークが誕生しました。白菊がすごいね、これね。あ、でもこれは売ろうね。売ろう。印がないんでこれ高く売れますよ。2億、評価額だけで2億1000万ですからね。これは走りそうですね。モデルスポート、ボバがついに出たと。キジルクマはダメだな、これもダメ。花嫁、花嫁の
この子はね育てたいんだけど、ちょっと無印ですね。これも無印。あ、これもみじダンス案外期待ですね。うん、ちょっとできすぎな花嫁の発語は残念ですね。まあ仕方ないです。あまりいい配合ではなかったんで。さて、オグリをね、放牧に出して今回終了しましょう。このデッキならね、2周放牧に出してもいいと思うんですよね。ちょっと待てよ、5が2周ですよね。うん、出していいでしょう。あ、遠征中だから放牧できない。マジで、マジですか。これは参ったな。そうか、遠征中になるんや。思い切って放牧出さずにね、行きましょうか。ちょっと怖さあるんだけど、これちょっと失敗したな。 UAE ダービー叩くっていうのはちょっとね、先に予定を組んだのが失敗だったかな。 UAE ダービーだけ登録してね、その後帰ってきて放牧入れてまた遠征という形が良かったですかね。ちょっと失敗したかもしれない。まあこれ腹くくってもうずっと遠征でいきます。うん、というわけで今回これで終了しますね。ちょっと心配ですけど終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。